やめてやめてやめて、ソファーの上はほんとやめて、ダメだって。ほら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 、あー高かったのに、これカムフェスティバルまではるばる行って買ってきたのに。ちなみにね、今発表しようかな、ついでに。あの、奥さんがね、あの、決まりかかってた物件をちょっと仕事の都合がつかなくて、まあ、キャンセルしたっていう話したと思うんですけど、まあね、やっぱりね、ペット、特に猫を OK ってなるだけでね、あー、ダメ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 。あの物件も限られるし、料金がめちゃめちゃ上がっちゃうんですよ。やっぱ普通の料金じゃ借りられないんですよね。で、まあそこにその事業の都合ってなってくると、まあ、さらにちょっとなくて、で、まあ大体その相場がね、月の家賃がまあ8万9万10万とかっていう風になってくるんですけど、もうそうするとさ、もう中古物件買っちゃった方がいいんじゃないかっていう、あのこれ僕の助言じゃなくて奥さんがそういう結論に達して、で今ねもう家を買う方向でもうちょっとね探し始めてるんですって。うわー、まあ前の話だとさ、あの一匹一匹で面倒を見て、でまあちょこちょこ2匹合わせるっていう形にしようかなって最初にまあ話したんですけど、まあこの通りね、この子たちすごい仲いいんで、あの一時でも別々にするのちょっとかわいそうなんじゃないかって思ってきちゃって、でもかといってうちでねずっとさすがに4匹はね僕の事業が潰れちゃうんで、ちょっとそれ厳しいってことで、の顔だからね、そうするとね、あのやっぱり奥さんのところに2匹持ってって、またこっちに2匹持ってきてっていう感じになるかもしれないなって、今のところね、またちょっと変わるかもしれないから何とも言えないんだけど、多分その方向でいくと思うんですよね。あー、しかもね、あんまりちょっと話したとあれなんだけど、その中古物件買って、でそこにあの事業所兼自宅って感じになるんで、まあ、引き続きね別居婚は続くわけなんだけど、まあ、そこで猫たちも その家行くし、あーダメダメダメ、ちょっとやめて、ほんとその上は。で奥さんも基本的な拠点がそこになるんですけど、それとさらにねもう一軒、そっちはね賃貸なんだけど、まあ借りるんですって。でそれまた別の事業。わあすごいな、わすごいジャンプだね、ほんとね。もう感じなんで、わあすごい、今の撮りたかったな。で僕は僕でね、あの話したことあったかな、あのもしかしたらそのテロップで、うわすごいジャンプ、あの僕も僕でねやりたい授業っていうのがずっとさあったんですよ。
それ僕の夢でね。で、それが何かっていうと、不動産関係の事業で、不動産関係の事業ね、うん、ちょっと YouTube と全然関係ないんだけど、僕の夢なんですよね。だから、あのどうしても猫を飼えない飼えないって僕はずっと言い続けて、あのやっぱり自分の夢潰しちゃうことになるんだよね。あの猫ももちろん飼いたいけど、かといってその自分のさ長年の目標と夢をそのために潰せるかって言ったら、やっぱり僕も男なんでね、あのやっぱり夢はすごく大事っていうかね、やっぱり目標があるとやっぱりそれが生きがいになるんで、目標がなくなったら生きがいがなくなっちゃうんでね。まあ猫たちも生きがいなんだけど、まあ、ただ今もうね完全にうちの大事な家族なんで、この子たちは。だからね、あの手放すとかもちろん全然考えてないですし、あの生涯ねちゃんと責任を持って面倒見ていきたいと思うんですけど、じゃあ僕がずっと一人で面倒を4匹入れるかというとなかなかね。あの仕事しないってわけはいかないですからね、やっぱね。僕なんか年金もらえる年でもないし、すごいな。でもこんな感じなんですよ今。大変なんですよ本当。もうねあちこち傷だらけ本当。大事なロフトベッドもこんな深い傷とか作っちゃったりして、ね、もうほんと大変なんですよ。めちゃくちゃだよめちゃくちゃ。ほらでも可愛いね。ただね、あの僕の方の事業はね、もう現状が僕もういっぱいいっぱいなんで、あの僕の方は全然もう準備もできてない状態なんで、正直いつできるかわからないって感じだけど、奥さんはもう実際に銀行にも掛け合ってるし、もう直近で新たにね始める感じなんで、だからそういうタイミングでね拾ったから、結構そのなかなかね話がずっとまとまらなくて、こういう感じになったんですよね。だから最初視聴者の皆さんにも報告が随分遅れちゃったし、もうずっとねあのどうなるかわからない状態だったんでね。坊ちゃんにも止められないねこれね。坊ちゃんもう坊ちゃんにも止められないよこれ。あらもうダメダメダメ、そっちはお願い行かないでね。ね、そっちは行かないのね。はい、まあなんで、まあ、まだねこの子たちしばらくうちにいますね、ずっとね。坊ちゃん、この子たちを止めてくれ、坊ちゃん。坊ちゃん、坊ちゃんの教育係はまだ続いてんだよ、坊ちゃん。なんで正直ね大変、正直大変ね。猫ちゃんやっぱね子猫すごいですよね本当。子猫すごいよ。だって坊ちゃんがいくらさ
戸をこじ開けたりとかするって言ってもさ、そんなに手間かかってないもんね、よく考えたらね。子供たち、あの、比べるとうちの猫たちも結構10歳近くになるから、もう10歳超えてるのは超えてないか、まあ、ボス基地ははっきりわからないけどね。本当にすごいよ、もう食べる量も半端ないしさ。ああ、もうなんかね、触るとね、熱いんですよ、体が常に。もう代謝がすごいんですよね。で、めちゃめちゃ食べて、めちゃめちゃ水飲んで、うんちなんかもうね、この大きさでね、この体の大きさでボス基地に匹敵するぐらいのうんちするんですよ。びっくりですよ、ほんと。で、しかも2回するの。ボス基地も猫基地も1回ずつだけど。ご飯すごいんですよ、もう本当に。食べさせても食べさせても、僕がキッチンに行くとね、ご飯くれると思って、にゃ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 泣いてね、満腹になったと思って、もう一回、1時間後キッチン行ったらね、もうにゃ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 、次のご飯、次のご飯みたいなね、そんな感じなんですよね。餌代もすごいし。トイレ掃除なんか今までの倍じゃなくて3倍になりましたからね。ほらもうあの猫部屋で遊びなね。ここは仕事部屋だから。そうそう、だからね、結局猫ってさ、人間のいるところに来たがるから、いくら猫部屋作ってもね、夜はこっち来ちゃうんですよね。昼間は猫部屋行くんですよ、ちゃんと。で、夜になるとね、あら、もうみんなでこの部屋来てね、で、僕がね、寝ようと思ってロフトベッド上がるとね、もう4匹で上がってくるんですよ。もともと猫基地上いるんだけど、その後に子猫たちも。ああ雨だって、ソファーでジャンプしたら。子猫たちが上がってきてね、布団の中潜り込んできてね、で、布団の中で僕のことバンバン叩いたりしてね、寝れないんですよ、もう。そうかと思ったら今度ボス基地が上がってきて、もう4匹でね、まさかあのロフトベッド作った時、猫4匹と一緒に寝ることになるとは思わなかったですよね。まあ、もちろん楽しいんですけどね、すごく。楽しいけどね、やっぱこんな感じなんで。子猫2匹を迎え入れると、まあ大変だというお話でした。というわけで、また何かあったらご報告させていただきます。ご視聴ありがとうございました。